次に古谷紀子君おはようございます公明党の古谷紀子でございますえ今日は五人の参考人の皆様、えー、国会においでいただきまして貴重なご意見をいただきました、えー、心からあの感謝を申し上げたいと思います、えー、まずあの、えー、脇田参考人それから大曲参考人お二人にあのお伺いをしてまいります新たな専門機能<ー>日本マス CDC の創設について お伺いをしてまいりたいと思っております、えー、脇田先生の方からも、えー、横断的まあ、迅速な、えー、調査分析研究が重要であるというご意見も頂戴いたしましたまた、えー、大曲参考人からも感染症災害と同じく、えー、危機管理の対象とすべきであるというあのご意見をいただきましたあの政府がまとめました次の感染症危機に備えるための、えー、対応の対策におきましては、えー、内閣感染症 危機管理統括庁の設置、国立感染症研究所と国立国際医療研究センターを統合して新たな専門家を専門家の組織を創設するということが決定をされております。まああの今回のような新型コロナのパンデミックだけではなくてまあ平時から。 今後発生する新たな感染症を想定した対策を進める組織として緊急時対応体制の構築感染症対応と専門家の育成等が期待をされているところでございますでこの平時から有事まで感染症対策についても主導権を持って統括できる司令塔機能の持つ組織専門知識を持って国にきちんと 方向性を発言できかつ行動できる機関が創設されるべきと考えます、このおー日本版 CDC への期待、えー、どのような組織が求められるのか、ご意見をお伺いしたいと思いますまず脇田参考人、はい。お答えいたします。えーあのまあ、感染症研究所は、そもそもです、ね、あの研究所の成り立ちがですね、 あのまあ、ワクチンの品質管理というところからあの戦後始まりまして、主には現在も、も病原体の研究機関というところでありました、でこの新型コロナウイルス感染症対策の前にです、ねあの、しかし、疫学公衆衛生の、えー、対応部門を拡張しなければいけないということで、あのそこを、えー、まあ、 拡張ししてていいいくととうことを我々考えていましたで実際にこのパ,あのパンデミックになりましてから、感染研の体制を強化していただくということで、現在はその疫学公衆衛生部門と、まあ、病原体の研究部門、これがまあほぼ同じぐらいの大きさになっています、ただやはりあの日本版 CDC と言われますけれども、そういったあの公衆衛生対応の部門の強化、これが非常に重要でありまして。 であのまあ、いざ、何か感染症が来たときには、えー、危機管理としての対応を行うということをやることが必要ということで、我々機能強化をしてまいりました、でさらに NCGM ・国際医療センターと、えー、統合されるということで、そこにさらにあの臨床機能が加わるということですね、ですからあの、新たな感染症が発生したときに、直ちに NCGM と感染研は連携をして、 その科学的な知見を得て、どういった対応が必要なのかということを政府に専門的な助言ができる、そういった機能を持つということは何よりも大事だというふうに考えております大曲参考人。ありがとうございます、あのお答えいたしますあの。まず思いつくところからお話をしたいと思います。あの日本版 CDC という中で、やはり米国の CDC というのはモデルにやはり語られると思っています。 で先,先週ですかね、あの調査の目的で米国に行ってきました、大学病院、あとは軍のレベルの保健所、いろんなところを回ってきて、非常に、あとは診療所もそうですが、驚いたのは CD、CDC はこういう指針を出している、だからわれわれはこれをやるで、もちろん多少の味付けはあります、ただそこなんですね、ですので、やはりその専門的な知見を集める、研究もするで、その中で専門的な知見を統合する、メッセージにもする。 といったところがやはりできていてそこへの信頼市民もそうだし医療者の信頼も非常に高いというところを強く感じましたそこは求められるだろうと思っていますもう一つは米国では nih の機能ではないかと思いますつまり研究開発をしっかりと行うというところですおそらくは限界にそういったところも必要だということをあの先生方はお求めになっていらっしゃるのではないかと思いますで、実は nih の中には病院があります NH の中の病院では、特にその開発の、まあ、そうですね、すべての段階の治験等もしっかりと行っています。ですので、NH の中に病院があるというのは、そういう研究開発を進めるというのは非常に重要だと思います。ただ一方で、えー、と日本の中で文脈で求められているのは、もっと広い医療対応をのこともちゃんと検討するということではないかと思っています。それははは感染症は別にあの特定の患者層だけけがあのかかるわけではなくて あの赤ちゃんでもかかるし、妊婦さんでもかかるし、高齢の方でもかかるし、持病のある方もかかるわけです。そうした方の方々における感染症の影響ですとか、等々もちゃんと診療として見ていく中で見極めてものによっては研究開発に繋がっていくそういう機能もやっぱりいるんだと思っています。そういう意味で、あの NCGM があの一緒にやるというのは意味があるのではないかと。特に総合医療という観点で加わっていくということは非常に意味があるのではないかと思います。あとは。 これは国のどの機関というわけではないですけれども今日のお話を伺っていても有事にちゃんと動ける人材を確保する教育するということは非常に重要でありましてまあその機能というものを厚く持つということは私は期待されていると思っていますしあの必要だと思っております私からは以上でございます古谷紀子君、はい、ありがとうございました、えー、この今後創設をされる日本版 CDC 本当に、えー、研究とか 分析とか、それから人材育成、また医療提供体制の構築、それからメッセージの発信、あらゆるものを担う組織であるということを今、お教えいただきました、まあ、次期通常国会、提出予定、私も伺っておりますけれども、しっかりとしたこの司令塔機能を作っていくべきということを学ばせていただきまして、ありがとうございました。 えー、続きまして、大曲参考人に、えー、お伺いをしてまいります、あの今回の法律の,あの改正点の一つでございますけれども、えー、医療措置、えー、協定締結という、えー、観点が盛り込まれております、であのこれまであの新型コロナウイルスの流行で、まあ、あの病床が、えー、逼迫をしたという、まあ、私たちも大きな経験をしました。でこの 感染症の蔓延に備えて、地域の中核を担う病院に病床確保、発熱外来の設置などを義務付けているものであります。で感染拡大の備えを平時から備えておくということは重要だと思いますし、感染案の意義は非常に大きいというふうに私は評価をしております。ただ現状を見ますと 今回、協力義務化をされる医療機関が確保したコロナ病床、全体の約7割となっておりまして、すでに感染症対応の主力を担っていますで、このことと診療所を含めた全医療機関の94%を占める民間医療機関、きょうも意見陳述いただきました、感染症対応への協力が任意となっております。で この改正で、病床が大幅に本当に増える見込みはあるのかとの指摘もあるところです。この感染症対応を手厚くするために、都道府県が医療機関との協定をどこまで幅広く結ぶことができるかということがポイントだと思っております。このの点についいいいて参参考考人人意見を伺いたいと思います大丸参考人 ありがとうございます議員がご指摘になった点は、私も案を見まして、ちょっと考えたところはございました。ただやはりその大前提として、すべての医療機関に対して、都道府県が声,声をかけるというところが、やはり,やっぱり大前提として非常に重要だと思います、これは絶対外しちゃいけないだろうと、でその中で、やはりそのどの医療機関であっても,も、ここまでこのコロナという病気が世の中に回るようになると、まあ、どの医療機関も、職員さえコロナにかかるわけですから、逃げれないわけですね。 でその中で、重点医療機関ほどではないけれども、何らかの形でコロナに関わるということは、これはもう不可避であろうと思います。例えば、自分の病院の中でクラスターが起こったときに対応ができないなんてことは、もうやっぱりそれは言えないわけであります。ということで、そうした観点から、重点医療機関ほどではなくても、担えることはあるのではないかと、そういう観点で、私自身はすべての医療機関で、ご議論を、都道府県とご議論をいただきたいと思います。でこれは実は実裏返しで あのコロナ診療だけではなくて、一般診療との両立という観点からも非常に重要ではないかと思います。実は一般診療とコロナ診療のバランスは非常に難しくてです、ねあの、一般診療を縮めるというのは、実は医療機関は非常に怖いんですね。というのも、それは地域のニーズであり、市民の期待に応えられないということを意味します。病院としての信用を失った場合どうなるのかというのは非常に怖いです。 ですので、えー、そこに関しても、やはりそのお感染対策と同時にそうしたことに関しても、行政との話し合いの中で、各医療機関の役割が決められていくということがあれば、あの有事にも各医療機関は自分たちの果たすべき役割ということを、なんていうでしょうかこう、に邁進できるのではないかと考えております。以上でございありがとうございました。 あのこの法案の早期成立をあの目指しているわけなんですがあの成立した暁に運用していく、まあ、段階で、えー、医療機関の 現場にいらっしゃる、関係者の方々からしっかりとご意見を伺って。あの、適切な配慮をしていくことが、あの、重要だと、あの、感じました。ありがとうございました。次に、あの、糸数参考人にお伺いをいたします。私も、あの、かなり前なんですが。あの、沖縄県立中部病院、あの、訪問したことがございます。本当に、あの、県の予算を投じて。指導員。 あの研修員の指導育成を、まあ、行っていらっしゃるということで、あの大変素晴らしいというふうにあの感じました。それはもう全国にあの行き渡っているというふうにあの思います。えー、先ほどもあの、えー、まあ社会は、えー、今ウィズコロナで、えー、社会経済活動まあ元に戻りつつあるけれども、えー、医療者は いまだにゼロコロナ体制だという、あの現実がございました。本当に。ご苦労なさっているあの疲労も、もう本当に、あの溜まっている緊張状態な中に、割になると思います。で、あの保健所の体制強化について、お伺いしてまいります。コロナ、あの拡大に伴う中で、まあ、感染者が。あの増加をしてくるで、もう本当に、あの保健所の業務が、あの逼迫した。という現実がございます。私も、あの。 地元、神奈川横須賀市ですけれども、地元に保健所がありますので、直接、職員からも声を伺ってきました。で今回の改正で、保健所の体制、地域の関係者間の連携を強化しようということが盛り込まれております。保健所日常業務があの 増加をしていく本当に赤ちゃんから高齢者まで本当に多くのことをなっていらっしゃるんですが、この有事に対応できる余力が本当にないんだろうというふうに思います。保健師という専門職が、専門性の高い業務に専念できる環境づくりについて、参考人へのご意見をお伺いしたいと思います糸数参考人、はいありがとうございます。 保険証につきましてはあの、まあ、医師の発生届が最初につくというところがありますので、 まあ全数把握、こ今年の9月までずっと続けておりましたので、先ほど少し申しました、令和2年の8月には1700人であった患者が、翌年には1万7000人、今年は10万人を超えたというところですが、すべての書類にまああのチェックをして、その後の,あの健康観察等につなげないといけないというところがございましたので、どうしてもこのハイボリュームへの対応というところで、逼迫が来たと考えております。やはりりそののの中でででもあの事務的なな作業がかか多いですので外からのまあ派遣人材によって こなせる仕事もだいいぶ分かってまいりまりしたので保健師というのはやはり専門性を持った形で、その全体がうまくいっているかどうかを見るような統括する立場であったり、あるいは健康観察で専門的な配慮が必要な方々、あるいは難病とか未熟児とかそういうふうな、もともと行っている専門性が発揮できるようなところにフォーカスして行うべき仕事に当たるべきだと考えておりますので、感染状況にもよりますけれども、こうやって増えていった中で、保健師がやる 仕事というのをしっかりと維持をしておくというふうな、一つのプラ,プラニングのようなものが必要になるのではないかと考えておりますので、これは現場の保健師、保健所とも意見交換をしながらです、ね、今後、また自治体としても考えていきたいと考えております<上>古谷典子君、はいあの。現場からのご意見、ありがとうございました、国としてもしっかりこうしたあの、えー、人員の確保に関して支援をしていかなければならないと思います。えー もう一度大曲り参考人にお伺伺いいいいいたたしまますす第8波への備えを伺いたいと思います新型コロナウイルスの第8波、インフルエンザと同時流行が懸念をされています、でこの同時流行を深刻化させないことがまず重要だと思います、でコロナもインフルも、ワクチン接種をさらに推進していく必要があるんだろうという,ふうに思います。 でこの新型コロナの第8波のま見通しについて2023年2月までに800万人程度が感染する一方ワクチン接種が順調に進めば30%近く減らすことができるとのシミュレーション結果を京都大学の西浦教授が示されておりますそれであのヨーロッパアジア一部の国々で感染拡大がま起きているような状況でまこの第8波非常に 起きる可能性が高いといいとううふうに思いますそこでこの感染拡大が大規模になったときに、インフルエンザの対応も重なって、救急など医療機関の逼迫も避けられないというふうに思います、この同時流行の事態を想定した対応、第8波への備え、これについて、参考人へのご意見を伺います。大曲参考人 お答えいたします8波に関しての,その対応というのは、特にインフルエンザとの同時流行との対応に関しては、もう大きな議論になっていて、政府の方からも大きな指針が出ていることは承知しております。でそこはまず踏まえた上でと考えております。その上で、あで、重点として抑えるところが何かという観点で申し上げるとすれば、ま,あ、まずは1点目は、えー、今日も議論になっておりますが、まずはその病院の前の、病院ですね、入院する医療機関の前の段階。 での,その症状がある方々の受け皿をしっかり整備することではないかと思います。抗原検査を使ったそのコロナの患者さんの自宅での検出、それに基づいたいわゆるそのケアフローの整備ということ自体は、非常に重要なことだと思うのですが、我々としてはそれを超えた波が来たときにどうするかということを考える必要はあると思っています。 まその時にやはりその受け皿としてのその診療医療機関あるいは診療所の数というものが大きくなるということは非常にやっぱり重要だとあの思っておりましてそこの拡充ということはやはり非常に重要だと思っております。またワクチンに関してでありますけれどもあのま今後そのいつどれぐらいの大きな波が来るかは人々の行動ですとかどういう変異株が世の中に入ってくるのかっていうのでまあいろいろと。 不確定性があって言いにくいところはありますが、一つ我々が目標を立てて進めることができて、結果が期待できるのはやはりワクチンではないかと思います。あの議員がおっしゃったように、ワクチンを打つことによって、時期が前後にずらすあの後ろにずれるかどうか、ともかくとして、全体としての患者さんが減り、そして全体として入院が必要なぐらいの医療重症度の方が減ることは、やはり十分期待できるわけでありまして、そこはもう、国全体でえ取り組んでですね。 あの一気にあのいくべきだと思いいますあの、まあ、いつ打つべきかとか、ですね個人個人のレベルでいけば非常にお悩みのところが多いようで、すごくわかるんですがあの、一つ気にしているのは、ある程度波が立ち始めてからあの慌てて打つということになると、結局それを受け打つだけの受け皿が用意できないとかですね。 要は自分が希望した日時に打てないとか、そういうことになると、それはそれでストレスの大きいことでありますので、私個人はもう今からでも、ワクチンはあのタイミングが来た方はすぐに打っていただく方がいいのではないかと思っておりますす以上でございます古谷典子君え。ありがとうございました。今あの先生からお話しのあったたワクチンにについいいて人伺ますであの、えー 今回、新型コロナのオミクロン株に対応したワクチン接種、3回目以降の接種について、前回接種から間隔、少なくとも3か月ということで、短縮をされました、10月21日から5回目の接種も可能となっております、抗原の値というのを接種から3か月ほどたつと徐々に下がるので、接種の期間を短くして、ワクチンの効果を一定程度に維持をしていく。 という判断だと思うんですが、この接種期間の短縮についてご意見があれば伺いたいと思います。脇田参考人。はい、あのお答えいたします。あのワクチンの接種期間が短縮をされたということですね。あの５ヶ月から３ヶ月になりました。これはあの。 五ヶ月から三ヶ月の方を推奨するということではなくてあのこのワクチンの接種に追加接種について三ヶ月の間隔でも有効性と安全性が担保されますよという話なんですねですから三ヶ月でも打つことは可能ですということになりましたで一方で、まあ、今回の、えー、次の波がだいわゆる第八波というところがやはり、えー、この年末年始にかけて、えー、来るということが予測される中でより多くの方に えー、なるべく早く、その、まあ、三回目、あ、四回目、五回目ですね。まあ、この追加接種を打っていただきたいということがありますので。まあ、それに関して、オミクロン株対応のワクチンをなるべく早く打っていただけ。まあ、そういうことだと思います。古谷紀子君。えー、ありがとうございました。以上で、あの、質問を終わりにいたします。えー、本日いただきましたご意見、あの、法案審議にしっかりと、あの、生かしてまいります。大変にありがとうございました。 次に田中